チャオ、まひろです。9月21日の睡眠レポートを見ていく前に、ポケスリの動画を見てくれている皆様、いつもありがとうございます。コメントとかね、高評価とか大変励みになっております。本当にありがとうございます。まだね、チャンネル登録しないで見ている方が結構いらっしゃるのでね、ぜひ、チャンネル登録をしていただけるとね、毎日投稿、頑張っていこうっていう風に思えますので、ぜひぜひ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。もうそれでね、やる気がねめちゃくちゃアップしますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今日の睡眠レポート見ていきましょうか。今日も100は取れましたね。はい、で睡眠タイプが、これはうとうとだね。あ、すやすやだうとうとかと思ったわ。はい、で寝るときはマスター3で寝れましたね。はい、ポケモンが8体。チャンネル登録と高評価よろしくね。さあ、ででんねちゃんはいないでしょうか。上から見ていきますね。キルリア、いやエイフィー、新しい寝顔だ。はい、いやー、ででんでいないかな。つやつや出すのつらいんだよ。はい、右側にいないか、いないか。黄色いのいないお腹の上にしかいませんでしたね、黄色いのは。あー、なんでー。はい、今日どうしようかなー。あ、なんか最近フリーズするの多いんだけど。はい、戻ってきました。チャンスは誰にもつかない。どうしようかな。エイフィーちゃんにあげようかな。成功来い、成功でいいよ。来ないか。結構ねゲージが多いよね。あとこの子取っちゃう。あと2個だもんね。成功来い来ないね。はい、よいしょ。さあ、これでゲットですね。はい、ということで本日はこれで終わりにしたいと思います。いやー、ででんねショックだよ。はい、今日の1枚はどうしようかね。ピカチュウの方がいいか。まあ、次ね、多分新フィールドが電気は確定してると思うからピカチュウにしときますね。はい、さあ個体値の方は、まあ、ちょっとね進化してる状態だから、これではちょっとねあんまりっていう感じなんだけど、スキル確率アップ M、 ちょっといいんじゃない。あ、悪くないのでは。うん、まあスキルレベルアップ SM もったいないってね、この間の配信でも言ってたけど金種があるなら。まあでもこの子をすごい育っていくかっていうとそうでもないので、あ、まあわりかし悪くないかなっていう感じですね。はい、ということで本日はこんな感じで終わりたいと思います。今日はどうかな。マスター5いけるか微妙ですね。はい、皆さんは何かいいポケモンに出会えましたでしょうか。皆さんぜひね、ほんと高評価マジで励みになりますから、もうみんなが思ってるよりもねすんごい励みになりますのでもうの長生きする秘訣でもありますのでね、まだまだ頑張っていきたいので、ぜひぜひ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということで明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。